ありがとうございます。私は神宮寺隆法でございます。私、神宮寺隆法は、鹿児島県霧島市、霧島神宮近くの法華経寺住職、神宮寺隆法でございます。私はこれまで、5000組以上のカップルの復縁を実現してまいりました。毎日3000通以上のメールをいただいております。最近は YouTube で神宮寺隆法の考えていること、思っていること、その他いろんなことを YouTube でお話をいたしております。本日はロシアとウクライナの戦争、そして憲法第9条についてお話をしたいと思います。まずロシアとウクライナの戦争について申し上げます。この戦争は世界大戦に発展する可能性が非常に強いです。当然、日本もこの戦争に巻き込まれる可能性が非常に高いです。この戦争はロシアとアメリカの戦争なんです。アメリカはロシアをなんとか潰したいんです。そしてロシアはこれ以上アメリカに追い詰められることを非常に怖がっています。プーチン大統領という人は、皆様ご承知のように、完全な独裁者です。独裁者の末路は、必ず暗殺が待っています。仮に、プーチン大統領が、自らの暗殺を、予想したとしましょう。その時に彼は自らの命と引き換えに核攻撃を必ずいたします。そうしますと、もはやもう世界規模の戦争になってしまうんです。そして日本の平和憲法である第9条、この第9条は、もはやもう平和憲法としての役割が全くありません。昔の明治憲法下における統帥権の問題と同じで、拡大解釈、拡大解釈で、もはやもう憲法第9条は戦争の抑止力にはなっていないんです。自衛隊は明らかに憲法違反であります。憲法違反の自衛隊がある以上、日本のこの憲法の矛盾はとてもじゃないですが、日本という国がどこに行くのか全くわからない状況なんです。安倍晋三さんは、総理大臣として、政治家として、
憲法第9条を変えたい、そして憲法改正をしたいと思いましたが、実質上憲法改正をしないでも自衛隊は戦争に参加することができるようになってしまっているんです。ここに大きな問題があります。憲法が憲法としての機能を果たしていないんです。近いうちにロシアとウクライナの戦争は世界大戦として必ず発展します。そして日本も必ずその戦争に巻き込まれることは確実であります。それではどうしたらいいのか、このことについて次回私は詳しく申し上げたいと思います。神宮寺隆法は、あなたの幸せを心からいつも祈っています。神宮寺隆法でした。ありがとうございます。